会見の中でこれまであのオリンピック・パラリンピックの関係者は一般の国民とは動線が異なるから安心なのだということをおっしゃってきましたけれども、今バブルが機能していない、つまり、動線が一緒になっているところが見られるという報道もあります。言っていることと異なっているのではないでしょうか。あのここについては IOC にもしっかり対応してほしいと思いますし、組織委員会と連携して、そこはしっかり守っていると思います。異なっていたということは認められているんですか。ちょっとルール守ってください。はっきり言ってください。山田真紀子くん、 TBS に処分させなさい。いいね。山田真紀子です。今度という今度は TBS を許しません。任せてください。頼んだよ山田くん。